症状倍の反省遺伝の例、X は後輩を意味する。黒のバーは赤眼の、白のバーは白眼の遺伝因子、または X 染色体を示す。メスは X 染色体を2本、オスは1本持つ。純系赤眼のメスと白目のオスを交配すると、次世代はオスメスともに赤目になる。得られたメスを赤目のオスと交配すると、 次世代のメスはすべて赤目になるが、オスは半数が赤目、半数が白目になる。反性遺伝とは、性染色体に依存する遺伝形式である。反性遺伝は、X 染色体、Y 染色体、Z 染色体、W 染色体に遺伝子座を持つ遺伝子に支配される。基本的には、雌由で、性染色体の数が異なるために生じる現象である。 反省遺伝の中で、特に片側の性のみに遺伝する場合、例えば Y 染色体、W 染色体特有の遺伝子による遺伝などを、特に限り性遺伝と呼ぶ。例えば人では Y 染色体上に男性を決定づける SRY という遺伝子があるため、この染色体を持つ個体は男になる。遺伝学によって明らかとなった反省遺伝の最初の例は、症状合における 白眼変異の後輩である。これは、染色体説を支持する最初の結果でもあった。また、白眼の系統の赤眼の系統のを交配すると、赤目の白眼路ができる。これを十文字遺伝という。男性は、X 染色体と Y 染色体を持ち、女性は2つの X 染色体を持っている。X 染色体に異常が生じた場合、 女性はもう一方の X 染色体によって補うことができるのに対して男性は一つしか持たないため男性だけに発症または女性より男性が重篤となる疾患がある以下は主な例半性優性遺伝によって発生する疾患は X 染色体にスペアのある女性でも発症するなお X 染色体にスペアのある女性よりも X 染色体に スペアのない男性の方が重篤となることが多い。反性劣性遺伝によって発生する疾患は、X 染色体にスペアのない男性に多く発症する。X 染色体にスペアのある女性の場合は、通常、両方の X 染色体に、疾患の発症原因となる遺伝子を持たないと発症しないため、この遺伝形式による疾患を女性が発症することは、稀である。 なお X 染色体の片方に問題の遺伝子を抱えているものの発症していない。女性の子供には2分の1の確率でこの遺伝子が移行する。しかし、その子供が女児であれば、父親も同じ問題の遺伝子を抱えていない場合は、基本的には突然変異が起こらない限り発症しない。対して、その子供が男児であれば、基本的に、 母親から2分の1の確率で遺伝子を受け取った場合に発症する。ありがとうございます。